俺がこの業界盛り上げます。はい、現在進行形でマスクの中に小林がいる。マジマジマジはい、どうも翔吉です。どうもサラです。マジで入っとっちゃうやばいね。あ、出たよっす。今日の動画なんですけど、レギウス産卵セットしましたよね。あれからセットしてだいぶもう出てこないんですよ。削りまくって。おー、削ってますね。うん、ちょっとね、様子見ようと思って。はい、運動かどうかチェックしていこうと思います。何個あると思うんですか。卵。うん、そう、これはもう木の中に産んでいくパターンやったよね。そう、あ、割りながら、ね、そう組んでね、次の日ぐらいにはもうこれ入っていったの。あー、入るのは早かったってことね。うん、俺ね、なるべく幼虫で取りたくて。言ってましたね。メスが出てくるの待っとったっちけど、はい、もう一丁出てきやすいんけ、はい、こいつ、はい、家出したみたいな感じでそらくじゃない。そうちょっとね、引きずり出そうかなと思って。おー、なるほど。状況確認です。はい、わかりました。お願いします。レッチゴー。はい、じゃあお願いします。こんな感じ。おお、やばっ。じゃあやってみようかな。はい、俺かな。こっから入っていったっちけどね。うわ、すんごい穴開いてもね。うん、いや、でもどうかな。お願いします。うっす。うわ、へえ、すごい力やね、青のね。うん、そうね。すごった。こんなとこおる？怪しいよこれ。あ、もっと奥には入っとかんと。うん。動いてないもんね、全然。ああ、どうかな。おお。おろおろできた。うわ、できた。おお、久しぶり。大きいね。やっぱ強いね。全然サクサクね。ピンピンしとるこれ。本当ね、餌全然手つけなかったもんね。うん、強いね。あ、ちょっと手袋破れる。手袋がほら、うわ、元気やね。受かっとん。なんやっていう。見つけてねえかな。サラコの時みたいな、ああいう卵が、うん、緑よ。緑な。うん、へえ、変わってくるんや。割れによって色も。ね、どこにあるかわからんっていうのがね。そうね、怖いよね。あんまガンガンいけんよね。固まって産むけん。ああ、そうなんや。一個で見つければね。ああ、ポンポンって出てくる。そう。ああ、なんか教授がすごい精密なことしようみたいに見える。あ、おた。あ、ちょっと待った。発見？いや。ああ。あ、なんだこれ。それか。うせやん。テレテレテレ。ついに来た。テレレレレ。その音楽は。これはなんだ。うわ。え、それも。幼虫でございます。幼虫よね。うわぁ、ほんとだ。はい、ここです。幼虫でございます。かわいい。かわいい。よしよし、産んだ。あ、よかったね、ちゃんと。あ、ほんとやね。確保、一匹。ほんとやん。よかったよかった。ほら、わ、すごい。よかったね。よかった、一匹取れて。ってことはね、ここら辺に固まっておると思っちゃうけど、ね。うん、ほらほらほら、卵。あ、ほんとやん。あ、緑っぽいね。でででで。卵も
も確認できました。プチュする可能性が高いです。うん。気をつけてくださいね、この卵とかバンバン出てくるけん。ああ。マットと違ってさ、うん、もうその硬い木やったらさ、うん、もう掘ってないイコールそこにしか産んでないってことになるとよね。そう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 、ね、行ってないってことはもう産んでないってことやろ。そうそう、その下に。あー、なるほどね。ただ結構削っとうけん。ああああ、どうかな、もうちょっと取れてくれよ。お願いします。おら、おった、おった、あ、おった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 、固まっておる、やっぱり。あー、ほんとね。ほら、2匹おる。あ、1匹。よし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 、出た。ういうわ、ちゃんと産んどったね。産んどったけどね、うん、もうちょっと数欲しいな。あー、もちろんね、嬉しいっちゃけどね、ちょっと試したいことがいっぱいあったけん。あー、おーら、おった、おーら、おった、おった、やっぱ固まっておるね。あー、一箇所集中型。そうそうそう、ポポポポンっていくちゃうね、すごい固まってるんですね、これ。ちまちま作業やめます。はい。いつも通りします。動画をやめます。動画はもうしません。まず刺します。はい。そしてテコの原理を使って割る。おお。折れてきた。ああ、できたできた。ほら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 。おっしゃ。小吉流でございます、これ。で、ここまで来たらもうこうやって、うん、手で、そう、ああああ、はっ、おお、な、そう、幼虫とかはさ、うん、その木を食べよう、木が餌ってこと。そうよ、木を食べようと。そうよ。へえ、マジか、もうちょっと取りたかったけどね。やっぱやつがいるか、やつが。ああ、あの伝説の財が、やっぱね、ちょっと違うもんね。あ、ハイパーレシ財とは。あ、はあ、くそ、やっぱ財で変わってくるんやね。いや、もう全然変わってくる。まあ、硬いさっていうのもあるっちゃけどね、やっぱ。あ、感じやね。4頭？ 4 頭か。おら、おった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 、ケンシロウ、よいしょ、よし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 、順調順調順調やね。レギコちゃん、レギコ、もうちょっと頑張ってほしかったな。もうバリ元気っちゃうけどね、うん、まだまだ産むよ。でもちゃんとおるやつは綺麗な卵やったってことだろ、幼虫の頭ってことは。ほんま、1、2、3、4、5頭、5頭、うん、5頭ね、レギュス。はいはい、材は積みました。はい、はい、まあちょっとね、5頭しか取れんかったね、今回ね。5頭。まあ坊主じゃなくてよかったね。よかったね、うん。まあレギュスメス、またピン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 やね。ピンピンして、ほんと。もう一回頑張ってもらうよ。お願いしておきます。ほんとね、もう一回頑張ってください。よし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 、たっぷりね、いい餌食わして、はい、もう一回産んでもらおうと思います。はい、まあね、5頭やったけど、まあほんとに坊主じゃなくてよかったし、
あのもう一回訓練、うん、まあやっぱね15頭ぐらいはね取っときたいね、うん、1回のうん、うんうん、ちょっともう一回ねあの財をねちょっと用意するためにね頑張ってみようかな、はい、用意できるようにねえなかなかね手に入らんってまだや俺や言ってでもそれほどそれを使ってブリードしよう人がたくさんおるってことやろそう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 あの、ね、でババ大物にクワガタが最近ほんとね流行ってきとうと思うけん、はい、それもあのハイパーレース材使う人多いんよなるほど、うん、あそのレギウスとかタランデスとかじゃなくてそうそっちが流行ったわけないやババだけどねちょっとねまたまあ難しかろうねうんまあちょっと今度はねまあ、それまたねなかったら今度はまた違う産ませ方、はい、もう菌床産卵直接菌糸に産ませる方法とかでやっちゃおうかなおとりあえず幼虫確保に努めます、はい、まだまだシャキって絶対産むんで、はい、追いがけして、はい、もう一発頑張ってもらいます小吉燃えてますマジ燃えてもね久々なんか5頭とかこんな数見たけんうんうんなるねなるね、うん、本当に燃えとうんまあ、本当にこういうのがないと、うん、なんかこうね、すべてうまくいっても、うん、って感じだねうんうん、そうやねうん、うん、やっぱ、ちょっとこう悔しい思いするけん、うん、さらにね、うん、上に行けるって思っておけん、うん、ちょっともう一回ね、作戦考えてはい2回目、頑張ってもらいますはい今日はですね、レギュースのチェックということではい動画終わろうと思います。はい。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。